千葉よしこです。移住してきて4年目になります。はい、私は U ターンする前は東京に住んでいました。2017年の5月ですね。そうですね、もともと大きなきっかけっていうのは、自身の父親の、死がきっかけなんですけれども、それをもとにして、今までやってきた仕事で、自分が地元に生かせることは何かなと思いまして、で、それを考えたところ、今まではラジオですとか出版やウェブのお仕事をしていたので、その、今までの、お仕事を生かせるような仕事ができればいいかなと思い、それを考えていたところ、地域おこし協力隊という制度があったということを知って、で、栗原市の、に戻って、自分の力を発揮できればいいかなと思いまして考えました。はい、そうですね、東京都で、暮らしていたんですけれども、その際に宮城に、U ターンをしようと考えた時に、いろいろネットなどで検索をしていて、宮城移住フェアというものがあるのを知って、でまずそこに、参加してみたのがきっかけです。はい、そうですね、東京では10年ほど住んでいたんですけれども、やはりちょっと環境が全く宮城とは違っていたということもあり、いろんなきっかけがあったので、このタイミングで、田舎暮らしをするのもいいのかなと思いました。そうですね、私はこちらに来てから、移住の活動をさせていただいていたんですけれども、まずはその地域に入り込んで、そして馴染んで、で初めてその移住の活動をさせていただくっていうのが基盤になるかなと思ったので、とにかく皆さんが集まる行事には全て参加をして、でまずは私の顔を知っていただき、そこから信頼を深めていけるように、努力をしてきたつもりでしたんですけれども、でその中で花山の地域の女性の方々に特に協力をしていただいたので、とても助かっていますし、今も関係は築けているので、とても楽しい思い出になったなとは思います。まあ、ちょっと過疎地域でもありますので、どうしてもちょっと皆様頑張ってきたお店ですとかも近年で少なくなっているので、もしできればその生活用品なども取り扱っているお店があれば、移住者の方々も安心して住めるのかなというのは思いますね。はい、そうですね、まずはちょっと私が移住してきて気をつけるようにしてきたことは、必ず会った方々に挨拶をさせていただくっていうのは気をつけていました。でそうすることによって、あそこに移住してきた人ねっていうのを認知してくださるので、そこから普段出会った時も立ち話ですとか、まあうちで作った野菜があるから食べないっていうような形でお裾分けをしていただいたりっていう地域のつながりを持たせていただきました。はい、そうですね、今は子供が生まれたばかりなので、ちょっと子育て中心にはなってしまうんですけれども、その中でも、移住体験ツアーですとか、引き続き協力隊時代に活動していた内容を継続して、少しでも栗原市、花山地区に若い方々が移住してくださるような、情報発信をしていけたらいいかなと思っています。そうですね、やっぱり今首都圏に住んでいる人たちはなかなか田舎暮らしのイメージがつかめないかなとは思うんですけれども、今はちょっとコロナ禍の中で難しいところもあるかとは思うんですけれども、もし興味を持たれた方がいらっしゃったら、実際に花山に足を運んでいただいて、その地のキーパーソンに会って、お話をたくさん聞いて、お茶っ子などもしてもらって、で交流を、していただきたいなと思っています。そこから地域の雰囲気ですとか、人となりというか、どのような人たちが住んでいるかっていうのが分かるので、まずはちょっと足を運んでいただければ嬉しいなと思います。